ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン、うん、さっきのオープニングの最後の喋りっていうか、はい、うん、エンディングみたいなこと言ってた、なんか今そうそうなんか終わるのかなと思っちゃったよねなんとなくねこうぼんやりしてんのかな俺、な、うん、3分で終わっちゃうのかな、ね、ぼーっと生きてんじゃねえよっていう感じでちょっと速攻すぎるじゃねえのっていう感じがしましたけどすいません、はい、ね、メールいただいてましてハトポッポさん、はい、ありがとうございます。ケイスケさん、平野さん、こんにちは。こんにちは。今年ももうすぐ終わりですね、うん、早いんだよ本当に、ね、そろそろ年賀状などの準備を本格的に始めなければなりません。すで、うん、に購入はしてありますが制作に手間取ったりして最終的には元日に届くギリギリにポストへ投函しています。毎年こんな感じなのかね、うん、元日届くためにはいつ出せばいいですか。25日ぐらいまで出せばいいんじゃないの。クリスマスぐらいか。21日とかそのぐらい言うけど、でも25日ぐらい多分と大丈夫だと思うんですけどね。はいはい、うん、制作に手間取ったりって凝るとね、うん、そうですね、凝る人は凝るじゃないですか、すげえこれとかって、もうなんでこんな細かくいろいろやってんのっていう、うんうん、僕なんか大体頼んじゃうんで、印刷を頼んだり、ね、うんうん、あの図柄とかも、はい、選んでサンプルになったら選んで、はいはいはい、っていうような感じで、うん、そんなに手はかけてないんですけれども、うん、本当これ好きな方はまだパソコンなんか普及する前からね、うん、昔からね、すげえ凝ってる人、うん、ありましたね、うん、いましたけどね。プリントごっことかありましたもんね。あ、プリントごっこもあったね、うん、昔ね、うん、そう、だからそれから比べるとですね、すごいこう細かなことがいろいろできるようになったっていう、はい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 、ね、時代なんで。でも宛名は手書きで書いてます？宛名印刷。宛名印刷か。あ、パソコンでやってます宛名も。そう。はいはいはい、いや宛名が下手にやっちゃうと、うん、あ、ずれちゃってるとかさ、あって、はがきちょっと、うん、あ、これもったいないけどダメだみたいな、うん、そういうのもありますけどもね。うん。うん、前はね、印刷してきたの手書きでもって宛名書きはやってたんですけど、はいはい、うん、やっぱりちょっと時間かかるもんですから、まあ、かかりますよね、だいぶ違うんでね、うんうんうん、だからいや早くやんなきゃ早くやんなきゃと思っても手書きじゃなくて、はい、パソコンで印刷かけちゃうと割とやろうと思った時に集中して結構できちゃうんですよね。手書きだと、ね、もう途中で疲れちゃって、うん、あ、今日ここまでしようとか言いながらズルズルしちゃうっていうのもあるんですけどね、うんうんうん、はい、ということで皆さんも計画的にですね、そうですね、やってくださいね、はいはい、遅くなりましたが先月末の公開生放送お疲れ様でした。はい、新馬さんを含めた3人の楽しいお話と新たな視点でオペラが聴ける新馬さんが持参された CD、うん、スタジオで堪能させていただきました、うん、毎度のことながら番組の公開生は大抵月末最終日なのでそれまでにある程度は仕事を片付けておくんですが、そうはいかない月もあるわけで、どうやって行くための口実を作るのかがこれからの課題ですということで、じゃあ口実をね、考えておいて、次3月なんで、そっか3月ですね、もう今からね準備しとかないと、今からね、うん、口実を考えておいていただければと思いますけど、ね、本当にでもそうやってね、お休みを取ってね、はい、来てくださってるんでありがたいですよ ね本当になんかね、うん、皆さんねお忙しい仕事の合間をね縫ってきてくれたりとか、はい、あれこうやってハトポポさんみたいにお休みを取って、うん、有給を取ってきてくれたりとかですね、うん、遠いところから来てくださったりとかです ねそう、電車に乗ってわざわざ、ね、電車に乗ってそれで忘年会に間に合わないっつって、さっと帰るというね、うん、そう本当にありがたいと思いますね、はい、こうやってメールもね出していただいてるわけですから、うん、そうですね、ありがとうございます。本当に、今年1年お世話になりましたねまだ早いなまだあるけどねまだありますよ まだ何回あるの。今日14日だからあと21日と28日、そうですね、今日入れて3回あるんですよね。そうそうそう、はい、はい、うん、じゃまだまだ楽しいです。もうねこの時期分かんなくなっちゃいますね。分かんなくなっちゃうね、うん、そうだよね。そうだって1月もですね4日が最初4日からスタートですね。スタートでしょ、うん、でね、そうなんですよね。そうするとやっぱりねちょっとこちらの方もですね、はい、番組制作の都合上ですねちょっといろいろねいろいろ日程的な調整をしたりね、そうそうするもんですから、ちょっと忙しいんですよ、はい、今月はバタバタしながらですねはい、でこちらですね、山川サバオの妹、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。圭介さん、大作さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今年も残すところ17日となりました。うん、そうか。そう言われね、年賀状もあと少し。こちらちょっと進んでる、ね、こちらの方のが進んでますよ。うん、はいはい。一言メッセージを書くだけです。あ、そこまで来てる。うん、ね、さすがだね。今年こそお会いしたいですね。
あ、一言。あ、一言ね。一言ですよ。よくある。そうそう。今年こそお会いしたいですね。あ、これはいいよね。大体あの決まり文句で、はい、例えば印刷をお願いしたりすると、うんうんうん、本年もよろしくお願いしますって、はい、もうそこに書かれちゃってると、あ、よろしくお願いしますって、そうそうそう、手書きでちょこっと書こうと思った、うん、あ、もう書いてあるわと思って、そう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 、ちょっと変えなきゃいけないんで、今年こそお会いしたいですねっていうのはなかなかいいですね。でももう結構使いますね、それ。使う ね絶対合わない、合わないね、絶対ね、合わない、合わない、うん。会いたい人には会っておこう、行きたいところへは行っておこう、後悔しないためにも時間を作ってちゃんと会いに行こうと思います。いや、素晴らしい、うん、ここまで書いてるからね、絶対あの実行されると思いますけど、いや、皆さんやっぱりあの結構この時期になると本当年賀状のこととか、ね、はい、やっぱり考えてらっしゃいますよね、まあ、そうですね、そうですね、もう12月も中旬ですからね、早いもんですよ、はい、はい、さて今日ね、1曲目なんですけども、はい、あの「All of Me」という曲を、まあ、ジャズなんですが、1931年かなんかに作られた曲、ずいぶん昔ですけども、ね、で、あの1931年に作られて、1932年にあのサッチモ、ルイ・アームストロングが、はいはい、歌って、そのレコードが大ヒットしたということで広がってですね、今ジャズボーカリストの方はもう本当にあの多くの方がカバーをしてる、はい、という、曲なんですけれども、そんな長くない、多分3分10秒かそこらぐらいの曲ですけれども、今日はね、はい、いろいろ探したんです。お、また今日も探したんです、うん、で今日はね、サラボーンのあの曲でいこうと。これ、はい、サラボーンはなんでこれ歌ったかっていうと、自分の大好きなビリー・ホリデーがよくこれ歌ってたんで、うん、自分も歌ったっていう、うん、でビリー・ホリデーも若干崩し気味に歌ってるんで、サラボーンもっと崩してる感じなんで、オール・オブ・ミーっていう感じなんだけど、オール・オブ・ミーみたいな感じで入っちゃうもんで、え、これ何の歌みたいな感じがあるんですけど、そこまで言っといて皆さんに聞いていただこうというふうに思います。はい、サラボーンでオール・オブ・ミー、サラボーンでオール・オブ・ミー聞いていただきました。うん、このオールオブミーは、はい、この CD の中では、まあ、うん、モノラルで収録されたものを使ってます、ね、はいはい、FM 放送なんですけど、あの今モノラル、うん、音楽は、まあ、わかんないわかんない言わなきゃわかんない。でオールオブミーっていうのは、うん、この同じタイトルの映画が1984年にあって、うん、でコメディーなんですね、はい、でそれはスティーブ・マーチンとリリー・トムリンという、うん、まあ、まあまあ本当にその男女の、コメディーアンとコメディエンヌで、あの共演してまして、で一人の男の弁護士のスティーブ・マーチンの体の中に、うん、あのなんか大会社の未亡人かなんかのお金持ちのわがままな奥様であるリリー・トムリンの魂が入っちゃうみたいな、一、はいはい、人の人間の中 の右半身と左半身が分かれてしまうというそうするとそのスティーブ・マーチンがそれを演じるわけですけれども、はいはいはい、スティーブ・マーチン本人の動きとしては右へ行きたいと、はい、だけどその左半身の女の人が左に行きたいっていうのをどうやってその表現するかっていうところが演技の見せ場っていうかね、うん、これは非常にあの内容的にも面白い映画だったんですけど、面白そうですね、そうそう、で監督がカール・ライナーっていう人で、この人は自分も出たりもしてるんだけども、はいはい、あのロブ・ライナーっていうスタンバイ・ミーの監督のお父さんなんですね。もうヘアスタイルは全くつるっとして同じなんですけど、親子でそう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 、ということでね、 あとなんだっけ、恋人たちのあったじゃん、あのロブライナーのね、恋人たちの、うん、予感、恋人たちの予感っていう映画があって、うん、そのメグライアンとビリー・クリスタルの共演で、これもすごい面白い映画だったんですけども、そういうラブコメ的なものを息子さん作ったんだけど、はいはいはい、うん、お父さんはもっと突拍子もないようなものを、あの2つの頭脳を持つ男とかね、全然わけわかんないようなものを結構作っていたんですよね。でもそこ左右でよかったですね、分かれたの。左右ね、上下で上下、ね、上半身下半身で分かれちゃう。でも男の体の中で上半身下半身に分かれて、うん、体は男なんだけど下半身に女性の魂が入った時にどうなるのかっていうのもうどうなるのか、それも面白い、とっても卑猥な感じがしますけれども、うん、はい、すごい珍しがってモテ遊んじゃうみたいな感じだねモテ遊ばれたいわはい、まあ、ちょっとこれ以上いかないうちにですね、はいはい、締めたいと思います、このコーナーは。はい、サラボーンでオールオブミーでした。ケイスケの酒場放浪癖。
はい、ということでですね、坂本ホール駅、先週に引き続き、うん、NPO 法人、SV ノルダースタッドの伊藤祐介理事長代表課と、はい、副代表茶山明さんなんですけれども、うん、はい、実はこれニュースが入っていて、そうですね、ついこの間ね、そうなんですよ、うん、SV ノルダースタッドの、トップチームとラウムに所属する、つまり、障害者チームの方の選手も2人、うんうん、トップチームでもやってるんですけれども、はい、それに所属している杉森周太郎選手が、はい、知的障害者フットサル日本代表候補合宿に招集されたと、うん、すごいですよ、代表合宿に招集されました、うんうん、まあ、フットサルということなんですけども、はい、で合宿は年明けの1月4日から6日に行われます、うん、応援よろしくお願いします、うん、というのが入ってきましてですね、いや素晴らしいね、これね、何をあれするかと、オーストラリアでその世界大会みたいなのがあって、そこに行く日本代表チームの候補、はあ、すごいじゃないですか、うん、なんか誇らしいことですよ ね、 ね、うんうん、ということでね、まあ、ぜひまたノルダスタッドも応援したいと思いますけども、はい、今週ね火曜日に実は SS イズっていうですね、はいはい、チームが県リーグに上がったのね、東セルガンリーグから県リーグに上がる試合を先週の日曜日にやって、はい、で勝っちゃったので上がるということで、うんうん、その代表の方に実はこの局ではない局で私がゲストに呼んでお話を伺ったんですけれども、うん、そこもやっぱり障害者のチームを持ってらっしゃってね、うん、で、まあ、ノルダスタッドは2年連続で全勝ですけれども、はい、こっち の、 その SS 伊豆は3年連続で全勝で29連勝して県リーグに上がるという、すごい、うん、すごいですよね、だからノルダスタッドとしては1年先にそういう先輩チームがあるっていう、あ、そうですね、うん、同じようなね、そうですよね、励みになるなっていうふうに思いますけど、はいはい、さあそれでは聞いていただきましょう、酒場放浪癖です。さて大作さん、先週に引き続きですね、はい、はい、昼間の収録と、はい、いうことになりましたけども、ランチのはんなりさん、はい、元城町アルスパーキング地下1階のはんなりさんから今週もお届けします、はい、はい、ということでもうランチね、うん、一応食べ終わりました、もうねお腹いっぱい今、はい、でゲストは先週に引き続きですね、はい、NPO 法人 SV ノルダースタッドの、理事長の伊藤祐介さんと副理事長の、茶山明さん、はい、ということで今週もよろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします、はい、ランチのお味はいかがでしたでしょうか。いやもう美味しかったですね、うん、量がたくさんあって量お腹いっぱいですね、そう、お腹いっぱいですね、そうね、もう昼寝したいぐらいの感じなんですけど、うん、ちょっと今ね眠くなってうとうとしちゃう、はい、ということで、先週聞いてくださった皆さんは分かっていらっしゃると思いますけれども、はい、NPO 法人 SV ノルダースタッドというのは、うん、社会人のサッカーチームと、はい、それから障害者のサッカーチームと、うん、それから子どもたちのサッカースクールというような形で、ね、はい、運営を、されているんですけれども、うん、まあ、先週の話の中では、まあ、社会人の方はね、はい、西部支部リーグの、うん、2部のリーグ、うん、全勝優勝して、はい、で今度年明けに、昇格戦というのを、うん、4チームでやって、はい、その2位に入まで入れば、うん、今度は、西部の1部に上がりますよっていうような話も、ね、うん、しました。まあ、いろいろ伺ったんですけれども、はい、今週はねやっぱりじゃあなんていうの、これから先のことですよね。これから先ですね。目標は J リーグというふうに伺いましたけれども、うん、まずだけどそのなんていうの、西武の一部にちょっと勝って上がって、来年 そうですね、その先県リーグがあってっていうことなんですけども、そうですね、うん、そのためにそのチームが、まあ、社会人のチームの方で必要なことっていうのはどういうことなんですか。選手の募集とか、まあ、もちろんやっぱり選手はそのやっぱカテゴリーが上がっていくにつれてやっぱり補強はしていかなきゃいけないっていうのはやっぱり必然かなって思いますし、スタッフですね、あと、はいはい、まあ、今自分と、まあ、茶山さんの方で2人で、はい、まあ、スクールもそうですし全部中心になってやっているので、はい、やっぱサポートしてくれる、スタッフがやっぱり必要になってくるかなっていうふうに思いますね。なるほどね、はい、うん、でもほら選手に来てもらうって言ってもなかなか、うん、あとはスタッフに来てもらうっていうとなかなかこれ大変なことだと思うんですけども、そうですね、うん、クラブの運営っていうことでは、うん、やっぱ結構、まあ、スポンサーも
必要ってこと、要するにお金が必要っていうことになりますよね。それとやっぱ選手来てもらってやっぱり仕事もやっぱ浜松でしてもらうような形。そうですね、はい。まあ、基本的に今は夕方に練習とかスクールがあって、はい、で、まあ、今トップチームの選手はそこ の所属いろんな仕事をしながら、はい、仕事が終わった後に、うん、まあ、来れる選手で集まって練習っていう形なんですけど、はい、うんうん、まあ、それをやっぱだんだんやっぱチームで全員で練習をする時間をしっかり確保していかなきゃいけないということで、今スポンサーさんで働かせてもらっている選手もいますけど、そういう選手を増やしていかなきゃいけないというふうには思います。最初の頃にスポンサーになってくださった宮古田のお豆腐のすべ商店さん、はいはい、ね、あそこ川辺の食卓、うん、この間テレビでやってたら、あ、そうですね、やってる、それに出てたんですって選手は。そうなんですよね、うん、ゴールキーパーの、はいはい、選手が、はい、出てて、で元々地元の茶山さんの教え子で、うん、あ、そうなんですか、はい、あ、で今こっち大学卒業してこっちに帰ってくるということで、サッカーに関わりたいということで、はいはい、力になってくれています。あ、そうです。じゃあ川辺の食卓でいつもその仕事をされてるんですか。まあ、豆腐料理作ってます。あ、豆腐料理作ってます。なるほど。じゃあラジオ聞いてらっしゃる方もぜひですね。そうですね、そのゴールキーパーの作る豆腐料理、はい、ぜひ返しなさい。そうですね、はい、もう本当に、そういうふうな形で選手にはいろいろやっぱり地元でいろいろ仕事をしてもらうっていう。そうですね、はい、まあ、地元で働きながら、戦っていくっていう感じですね。すぐそこにみんなこういるよっていう、あ、はいはいはい、地域でみんなで盛り上げていこうっていう感じでやりたいなんて思ってます、うんうん、はい。去年まず西武の3部のリーグで参加をして、でチームそのものはその前の年2016年ですね、うん、そうですね、はい、にできて、で結構ボランティア活動みたいなことも随分されてたみたいです。そうですね、うんうん、老人介護施設とか、はい、うん、その夏の祭りの時に交通整理が必要だとか、うん、はい、あとは福祉施設で、はいはい、まあ、一緒に運動会やるので、はい、その、まあ、支援というか一緒にやってくださいとか、うんうん、まあ、そういった形の、まあ、福祉施設系が結構多いんですけど、はい、まあ、そういうところはやっぱりいつも人手がなかなか足りてないので、はい、うん、まあ、自分たちの、まあ、できる範囲で、まあ、そういうところでボランティアをしてお手伝いをさせていただいています。この前三日日のお祭りっていうフェスティバル、うんうんうん、でそれはやっぱりスポンサーのトンキーさんもお店出していて、で皆さん結構お手伝いに行ったりした。そうですね、そのトンキーさんが言ってたけど、また別に別、そうなんですよ、サッカーのなんかサッカーの、うんうん、サッカー体験教室みたいのを、うんうん、ノルダーで、はあ、はい、はあ、芝生広場を借りてもらったんです。でなんか目隠しみたいのして、ブラインドサッカーブラインドサッカーの体験みたいな、はい、そうですね、体験をしたりとか、うんうん、あとはもうキックターゲット、あ、パス、ゲートパス、ゲートボールみたいな形を、はいはい、はい、うん、まあ、やってもらって、うん、でも回れたら、まあ、参加しようみたいな形で、あ、まあ、子どもたちも対象に、はい、まあ、少しこう遊べる、うん、楽しめるブースをちょっといただいて、はい、やらせてもらったんですけど、はい、でも大体小学生が参加してくれるという。小学生、そうです、幼稚園とか、ね、幼稚園も、はい、そうですね、はい、サッカーはね幼稚園からできますからね。そうですね、はい、うん、野球はなかなか幼稚園じゃできないんだけど、まあそうですね、うん、うん、でまあそうやってなんていうの、今普段 の活動も幼稚園の子供から、ね、小学校6年生までっていうと、はい、それから、まあ、障害者の方と、それからあれですよね、社会人とっていうのが乗り出したと今やってることで、そうですね、はい、プラス理事長は中学生の指導もちょっとしてるという。そうですね、うんうん、月曜日に、うん、まあ、なかなか中学生今部活動って結構制限がかかっちゃって、はいはいはい、週に2回はちょっと休みしなきゃいけないっていうことで、まあ、教員のちょっと何ですか、働き方改革みたいな形で、はい、うんうん、なかなかその子どもたちはもっとやりたいんだけど、はい、まあ、先生たち忙しいし、うんうん、なかなか見れないしっていうところで、うんうん、まあ、自分もまあ、そういう中学生もっとやりたいよっていう中学
生を集めて今ちょっとスクールの方を宮古田中学校でやってるんですけど、うん、はい、はいうん、なるほどね。そう、まあそういうことが今ちっちゃいその幼稚園児がですね、まあ、何年か経った時にね、うん、やっぱりその地元でその社会人チームであるわけですから、でやっぱり時間をかけてもうクラブがだんだん育っていくっていう子供たちの成長とともにっていう感じはありますよね。それはとっても楽しみなことじゃないかなと思うんですけど、やっぱり、皆さん教えてらっしゃる方とか関わってる方もやっぱりサッカーをご自分が経験している方も多いわけですから、やっぱ幼稚園からやってたとかね、自分もその時代があったっていうのがありながら、やっぱ教えてるっていうことだと思いますけれども、まあ、僕が僕も幼稚園からサッカーは、はい、始めたというか、まあ、気づいたらやってたんですけど、まあ、その時に比べてやっぱり子供のやっぱ数もやっぱ減ってるでしょうし、はい、やっぱその時ってやっぱ J リーグができたばっかりの頃なので、やっぱりみんな盛り上がって大人も盛り上がっていた時代で、やっぱりサッカーに関わる人はやっぱたくさんいたんですよね、はい、でなかなかその、まあ、今のなんですかね、まあ、社会というか、みんな共働きみたいな形で保護者も、なかなかこう送迎ができなくなっちゃったりとか、はい、子供も減っちゃったりとか、見てくれる人がいないっていうことで、やっぱ週に僕は毎日ほとんどやってたんですけど、今週に1回やるかやらないかとか土日だけとかっていう少年団がやっぱりいっぱいあって、まあ、そういう中でやっぱもっとサッカーやりたいこと いっぱいいるんですよね。まあ、そういったところのまあ、補強じゃないですけど、そういう少年団の その底上げっていうか、まあ、子どもたちのやっぱりもっと楽しむ場所とか、他から来る子どもたちとのこう関わりの場所とか、まあ、そういう、まあ、コミュニケーション能力もそうですし、はい、まあ、いろんな要素をこう含まってるスクールになってるかなとは思うので、すごい子どもたちにとってもすごいいい刺激になってるというふうには思いますね。なるほどね、クラブの運営ということになると、今大体いろいろお話をしてくださってるのは理事長ですけれども、はい、副理事長のやっぱり茶山さんなしではほらノルダンシュタットも回ってかないだろうっていう、そうなんですよ、そうなんですよ、そうだっていっぱいいろんなことをしていただいてるんですよ。そうですね、いや、そんなことないと思いますけどね、それはやっぱり NPO 法人として立ち上げるっていうところからね、なかなかそんな、ね、まあそうですね、簡単にはできることじゃないんで、やっぱチャイムさんいろいろねやってらっしゃったってことですよね、まあそうですね、まあ、NPO 法人立ち上げるにもどうですかね、設立総会やって3ヶ月ぐらいで一応規約とか定款とか作ってですね、やりましたので、あ、その規約とか定款とか ねそれがやっぱりそうそう簡単にできないからね、ハマーシといろいろ打ち合わせしたりとかって、足と打ち合わせでね、そうですね、まあ、それで出来上がったっていうことね。そうですね、なんか通常なら、なんか本当に1年ぐらいかけてこうやらなきゃいけないみたいな、じっくり話し合って人もこうやり取りしながら、多分一般の人がやると本当に1年ぐらいかかっちゃうところを、多分なんか力働いたのか、すごいですね、いや、そんな、なんか力がね、裏の見えないところが茶山さんの、茶山さんの影の力が働いて、なんと3ヶ月で、ほー、はい、そうですね、影の力持ちで、だからチャームさんはこれでチームがね、それで NPO 法人になってスタートして、はい、で、まあ、支部の西部支部の、3部2部とやってきたんですけど、振り返って どうですかね、その全体見てクラブあるいは社会人チーム、はい、まあ、そうですね、社会人チームは、まあ、3部の時はそれほど難しいゲームはなかったんです。やっぱり2部で今年も2試合ぐらいですかね、やっぱり難しいゲームがあったんでね、まあこれから上がるにつれてもっとね難しいゲームがきっとありますからね、まあそこをどうやっぱチームとして戦っていくかだと思いますので、それ難しいゲームっていうのはなかなか点が取れなかったりとか、そうですね、結構攻められることもあったりとか、攻められそうですね、最終節の前ですね、ヤマハさんとやったんですけど、もうそこはもう全勝対決で、もう勝った方がリーグ1位っていうような、
って。あ、全勝対決そうだったよ。ね、まあその試合ね。はい、あ、まあ前半も本当に0-0で、うんうん、なかなかこう点を取れずにっていう。うんうん、まあ後半2点取って勝ったんですけどね。あ、はい、そう、なかなかね、しびれる試合。そうですね。うんうん、まあ、まあ、そうですね、上のカテゴリーをやっぱ目指していくっていうことで、うん、逆にそのそうじゃないチームとかって結構やっぱ楽しみでとかっていうのをやってるチームが多かったりすると、あの、僕らはこういっぱい幅を使ってとか前上がってとかって細かくやるんだけど、やっぱ相手がそうじゃないと、その前にいっぱい選手が残ってたりとか、それでもうドーンって、もうどっかで僕らがミスしたところ、ドーンって蹴られたところをバーって運ばれちゃってピンチになっちゃったりとか、まあ、そういうちょっと、カテゴリーにあーちょっと合わないっていうか、サッカーをすることがやっぱり多かったので、そういうちょっと戦い方の難しさっていうのはやっぱりありましたけど、まあ、上を目指していくにはやっぱ細かいルールとかを決めなきゃいけないですし、まあ、相手がどうあっても、まあ自分たちのっていうところは今はその信じて突き進んでいるところなので、はいはい、まあ、そういう難しい試合は、まあ、しょうが仕方がないかなとは思いますけど、まあ、それでも一応競り、まあ、しっかり勝っててはいるので、はい、まあ、このまま継続して頑張っていきたいなと思います。まあ、今度、まあ、昇格戦に勝った場合に、はい、その一部でやるわけですけど、そうです、そうするとまたその結構しっかりやってくるチームが増えるってことですよね。当然 ね、 そうですね、一部で、うん、また厳しい試合がもっと今度、ね、増えちゃうわけですよね。でも練習試合でね、はい、大佐さん、県の一部の、あ、県の県リーグのチーム、一部に参加、そういったところのチームでもやらせてもらってますよね、練習試合は。そうですね、はい、そういう時にやっぱり得るものって随分あるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、そういった時はすごい選手たちもやっぱ緊張感があったりするので、すごいいいゲームになりますし、すごい、相手もいろいろこう作戦というか、あの、形があるわけで、まあ、そういうのを見ながら勉強させてもらいながら、まあ、そういうチームにどうやって勝つかっていうのを、まあ、みんなで考えながら、まあ、戦ういい機会になっているので、それは本当にありがたいですね、やっていただいて、はい、これまでも結構やっぱ県リーグのチームとの練習試合というのはあったんですかね。何試合か。そうです、何試合かあって、東海リーグのチームともやらせてもらったりとか。東海リーグのチームこれはすごいですね。それはやっぱりある程度ちょっと強いでしょう。いや、もうやられましたね。もうボコされて。まあまあ、でもその、まあ、そういうやっぱレベルの相手ともやらないと、はいはい、やっぱ刺激もやっぱなくなっちゃうし、はい、うん、やっぱここ目指すんだよって、この上目指すんだよっていうところを選手に示していかないといけないので、はい、まあ、浜松だとその愛知県すぐお隣ですから、そう、愛知県の県リーグとかそういうところとも、東海リーグは愛知県の東海2部にいるチームとはやらせてもらってますけど、なるほどね、はい、ね、結構ね、で愛知県でもね、去年今年だっけ、はい、FC 刈谷も J リーグ目指す宣言みたいなのをして ね、やってるんで、やっぱり地元の力をこう結集しながらやったから、なかなか、まあ、そうですよ ね、うん、だからまあ、今スポンサーの方もその北区 の方中心にねスポンサーやっていただいてるんですけども、はいはい、ある程度広げていくっていうこともね、そうですね、ないとね、うん、そうですね、はい、うん、そのためにもあれですよね。でもこの全勝優勝が2年連続続いてっていうことっていうのは、はい、ちょっと大きいんじゃないですかね、その皆さんお願いするときに与えるイメージっていうのも、そうですね、頑張りますっていう、そうですね、うん、はい、うん、なんとか強いですっていう、そうですね、うん、ね、やっぱり結果がやっぱ求められるので、はい、もちろん、うん、はい、やっぱり、うん、日頃の活動ももちろんそうですけど、うん、やっぱりトップチームが、うん、やっぱりそうやって強くないと、うん、やっぱり子供たちも、うん、ああいうふうになりたいとかっていうふうにやっぱりなっていかないので、はいはいはい、そうだよね、うん、それはやっぱりそのラームとか、うん、その子供たちのサッカーとか、うん、っていうところのトップにあるチームが、はい、うん、今やっぱり勝ってるから、うん、試合見てくれ、来てくれたら、うん、あ、勝ったっ ってみんな喜んでくれるし、やっぱり自分たちも頑張ろうって思ってくれるだろうから、うんうん、でその、まあ、今トップチームのことを伺ってきたんですけれども、これからラウム障害者の皆さんがやっているチーム、はい、30人ぐらいいるんですよね、はいはい、でそのチームの皆さん
とかそのチームそのものっていうのを今後ねどういうふうに持っていくのかっていうことなんですけど、うん、なんていうの、例えば若富士スポーツ祭みたいなのがあったりとか、あ、はいはい、あるじゃないですか。それとか選抜チームでもって全国大会行ったりしてる、はいはい、ね、選手もいたりするんですけども、チーム全体としてはね、うん、今後どういうふうにしていきたいとかってあるんですか。そうですね、うん、まあ、もっと積極的に大会に参加す、うん、したいですし、うんうん、まあ、今人数増えたことでその目的別、うん、その例えばまあ、ダウン症でとか少し、うん、体のちょっと使う方がちょっと難しかったりとか、うん、運動能力が少し低かったりとかする子の楽しむ場所と、うん、あと競技性を求める、まあ、そういう県選抜とかそういった選手が、うん、やっぱそういう子たちとなかなか一緒に練習して、うん、で自分がやりたい目的に応じたトレーニングってやっぱなかなかできないと思うんですよ、うんうん、でそこで、まあ、今競技性の高い子たちとその、うん、楽しむ子たちとっていうふうにちょっと今グループ分けができるようになったの で、はいはい、で今そういった形でお互いそれぞれの 目的に合った活動っていうのが少しできるようになってきたので、うん、あ、ね、うん、まあ、それで、そうですね、チームも、まあ、今2チーム3チームぐらいできるようなぐらいのになってきたので、まあ、出てくるのもやっぱなかなか難しかったりとかするので、うん、まあ、自分たちの主催の大会を開いたりとか、うん、まあ、少し前は中学校とか高校生と練習試合をやらせてもらったりとか、うん、まあ、そういう交流をやっぱりどんどん増やしていって、うん、でいろんな人にこういうチームあるよとかこういう方たちもサッカー楽しめるんだよとかっていうことを、うん、どんどんどんこう広げていきたいなっていうふうには思ってますね、うん、なるほどね、はい、うん、でも今そのラウムからねその例えばトップで、はい、に上げてやってる人がいるっていうことは、はい、なんかそれだけでなんか、うん、他にはない社会人チームとしても他にはないところのことですね。そうですね、これはやっぱ素晴らしいなと思うんですけど、うん、でそれだけそのサッカーのうまい子がそういうね、うん、ラウムもいるわけですから、はい、うん、やっぱりそういうことをいっぱい知ってもらってね、うんうん、また自分もそのサッカーを楽しむ場所っていうふうな考え方の人と、ね、はい、競技性の高いというのを分けられるようになったっていうから、うん、でもみんなが結構サッカーって一個のボールに楽しめるっていう、うん、そうですね、うん、形にはなりますよね。そうですね、うん、はい、あとこの子供たちなんですけど、はいはい、まあ、大作さん の、 息子さんも小学校1年生で、はい、子供の教室の方ね、西部そうですね、中学校の会場になってます、ね、火曜日にやってますけれども、うん、でそういうね子どもたちも幼稚園から6年生までとだいぶ違うんですけど、はい、ね、そこのところのね、うん、指導もなかなか難しいのかなと思ってるんですけど、うん、どうですか、うんうん、いやとても難しいです、うん、やっぱりですよ、ね、うん、やっぱり難しいです、うん、はい、うん、やっぱり それぞれのにこう楽しみ方ってやっぱ違うと思うし、うんうんうん、やっぱりなかなかその上の学年の子と一緒にやってやっぱりなかなか勝つの難しかったりとかっていうのはあったりとか、そのやっぱりどうしてもこう自分がやりたかったことができないとかっていう場面がやっぱ多くあると思うんですよ、うんうんうん、でそれをどうやって楽しんでもらえるかっていうところを、うんうんうん、まあ、常に考えながらやってるんですけど、はい、それでもなかなか勝てないけどじゃあ自分できることは何かなとか、うん、まあ、そういうのを話しながらその教えてあげたりとか、うん、じゃあこれを積み重ねていくとじゃあ2年後3年後になった時にじゃあその逆の立場になった時にじゃあどのぐらい上手くなってるのかなとか、うん、そういうのは、まあ、時間をかけないと分かんないんですけど、うんうん、はい、丁寧にやっぱその辺は指導をし続けていきたいなとは思ってますけどね。子供たち の、 そのサッカー教室の一番 の、 その目的としてるところっていうのはどうなんですかね。毎回ドイツ語を教えてるっていうところですか。いやそこだと思いますよ、はいはいはい、ドイツ語そんなにできるんですか。それは僕が、うん、分かる程度なんで、まあ、たかが知れてますし、はい、まあ、でもやっぱりそれをちょこっと入れていくだけで、うん、はい、子供たちって結構こう自分が気に入った単語とかは結構使うようになるんですよ、うん、あ、そうなんだね、で挨拶なんかはセアブスって言って、うん、ドイツの僕が、まあ、ニュルンベルクっていう街でサッカーを始めた時に、うん、はい、その方言 の、 挨拶としてセアブス、うんうん、言うんです。で方言なの。方言ですね。そのバイエルン州というか南の方ではセアブスって、うん、セアブス、セアブス、
ね、とかっていうのがあるんですけど、うん、それ結構みんなもう使ってくれて、うん、挨拶なんかもそれでやったりとか、うん、はい、まあ、あと数とかですね、あとは数字を1から、ね、10までこう訪問させるとか、そうそうそう、あとさよならってチュースとかって言うんですけど、うん、はい、うん、初め子供に教えるときに子供がチュースって言うと何チュースって保護者がね、何それみたいな、うん、そうそう、いや、あの、僕が教えてるんです、これ挨拶なんですとかって説明し、一時説明しなきゃいけないんだけどそう、まあ、でもあの子供たちそうやって楽しんで使ってくれてるんで、うん、はあ、まあ、それは一ついいポイントかなとは思いますね、うん、はい、やっぱ、楽しめるってことがまあ、第一なんだろうなと思いますけどね、そういう中でね、だんだんこう上手になるっていう、はい、そうですね、うん、で、まあ、年齢上がってくれば少しね、はい、やっぱりもう難しいこともだんだん教えることができる、うんうんうん、でその時もやっぱり楽しめるっていうベースがやっぱりあるんじゃないかなと思うので、本当にあれですね、上手になりましたよね、1年経って、あ、本当にびっくりするぐらいみんな成長して、あ、それはまたこれからすごく楽しみですね。そうなんですよね、そう、今年の6年生なんかもう本当に上手になってきたところでみんな、ね、出てっちゃってますから、すごいちょっと、ね、あの、この今後がちょっと気になっちゃうので、ね、見ていきたいなっていう気持ちはすごい強いんですけど、まあ、またいつかそういう形で ね、 そでね、その全部通した形でできるようになったら素晴らしいですね。そうですね、ということで、はい、あっという間にね、時間が経ってしまいました、うん、で、そうですね、いいんでしょうかね、なんかあの聞き足りないこととかありますか。いや、聞きたいことはいっぱいあるんですよ、あるんですけど、ちょっとサッカーとかかけ離れちゃう。あ、はいはいはい、ね、うん、もうあとこの後終わった後に個人的に聞こうと思って。あ、そういうこと、うん、そうか、そう、はい、じゃあ お二人はなんか言い残したことか放送、まあ、まあ、こういうクラブがあるよっていうことをやっぱり知ってもらって、うん、少しでもいろんな形で関わってもらえると思うので、はいはい、なんかこうクラブ、まあ、クラブとしてっていう子どもたちとか、そういう知的障害のサッカーとか、うん、そういうところで、なんかこうサポートしたいとかって思ってくれる人がいるとありがたいなとは思いますけど、ね、はい、はい、茶山さん、はい、もともと北区のところで、地域に根ざしたってところですので、うん、まあ、長くこう少しずつサッカー以外のスポーツもやりながらですね、はい、まあ、大きくなっていければなと思ってますので、うん、また浜松の皆さんに、応援していただけるように頑張っていきたいなと思ってます。はい、いや、2週にわたりどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、NPO 法人 S4 ノルダーシュタットの理事長伊藤祐介さんと副理事長の茶山明史さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでいろいろ伺いましたけれども、はい、まあ、ラウムというその障害者のチームの方もね、はい、うん、そのトップ の、 その社会人チームの応援に来てくれるって、うんうん、すごい、テント立てて喜ぶっていう、うんうん、でそれがなんかどうも以前はちょっと引きこもっていた子が出るようになって、はい、保護者の方もとても喜んでいた話を、うん、この今の話の中でやってくれればよかったのに、ね、これの収録終わってからポロッと言うもんで、ね、うん、なんで話さないよって言ったんだけど、そうね、はい、うん、でもやっぱりそういう感じでできてるのはとってもいいのかなっていうふうに思いますけどね。すごいいいことだと思いますね。そうですよね、うん、なんかね、その今週の火曜日にね、そのインタビューした SS イズのですね、はい、代表の方ね、片岡大輔さんという方がね、はい、やっぱりね、ラウムとはその障害者のチームのその県のいろいろ試合あったりするんで、うんうん、そういう会ったことあるんで知ってますっていうふうに言ってましたんで、はいはいはい、まあ、そうやっていろんなところと、うん、まあ、本当に静岡県の西と東なんだけれども、うん、そうですね、そう、なんか交流を持ってね、やっていけるとまたいいのかなっていうふうに思いますけどね。そうですね、それも面白いしね、子どもたちもきっと楽しんでね、そうですね、その辺交流ができるとね、また幅が広がって、ね、うん、はい、ということで NPO 法人 SV ノルダーシュタット、またラジオ機の皆さんもね、はい、その名前を見かけたらですね、応援していただければというふうに思います、うんうん、はい、はい、酒場放浪壁でした。ソエルフラワーズプレゼンツ、伊藤圭介のヘイウエスタン。
花風知恵袋。はい、ということで、メールいただいております。伊藤圭介ラブさんからです。いつもありがとうございます。圭介さん、大作さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日12月14日の誕生花、はい、花ですね。お花。12月14日の誕生花はクリスマスパレード。写真を見たらとても素敵なお花でした。はい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 。花風さん、うん、クリスマスパレードについて教えてくださいというざっくりした質問ですねいや僕も全然わからないんだけど、うん、クリスマスパレード、クリスマスパレードね、うんうん、いや正直ね、僕もこのメール見るまで知らなかった、うん、はい、あ、そうなの、ね、うん、さっきね慌てて調べた、うん、本当、うん、結果ですね、結果、そう、結局ね、これあの園芸品種なんですよ、はい、なんで、鉢植えで楽しんだりとか、はい、ああいう花壇に植えたりとかね、まあ、ガーデニングのしながら楽しむようなお花。ああ、なるほどね、うん、うん、ですね、うんうん、なのであとね、もう見た目とかその辺はね、うん、クリスマスパレードで検索してみんな写真を見る、うん、もう、うんうん、説明しようがないんですよね、うん、でもなんか伊藤圭介ラブさんはね、写真を見たらとても素敵なお花でしたっていう、うん、そうですね、うんうん、あのエリカっていう品種のお花があって、はい、その中のまた、クリスマスパレードっていう、なんていうの、まあ、品種があると、はー、うん、らしいですね。僕もさっきもう本当本番 2,3 分前にちゃちゃちゃって調べただけだからさなるほど、そうかそうか、正直ね、うんうん、ごめんなさい、僕ね切り花は詳しいんですけど、あ、そうか、うん、これはあれか、ね、園芸の方になるとね、ちょっとね専門外なんで、まあ、もう正直素人以下なんですよ土に植えるっていうものですね、うん、ね、これはね、そうそうそう、うん、そうか、ということでご理解いただきたいと思います。勉強になった、はい、ね、そういう花があるんだっていうのがね、はい、知れたんで、伊藤圭介ラブさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そんなわけで、お花でもちょっとお花屋さんからは苦手な種目だったみたいな感じの、うん、クリスマスパレードでございましたけど、そうそうそう、はい、名前もでもなんかいい感じですね。なんか歌でありそうですよね、クリスマスパレードね、うん、なんかミキーマウスが更新してそうな感じですね、はい、なんか、ということで、また皆さんもちょっとあの調べて写真とかご覧になっていただければというふうに思いますけども ね、うん、はい、もう各自おのおの調べるように各自そんな授業をやる先生がいたね本当に、はい、ということで花風知恵袋でした。ちょっと曲いきましょうか、はい、ね、さっき1曲目オールオブミーという曲をかけましたけども、うん、今度はハーフオブミーというハーフね、ハーフです、はいはい、でこれはね、平井堅さんの曲で、まあ、今年の曲なんでとっても新しくて、はい、あのレンタルも始まったばっかりだったり、いろんな放送局もまだないとかね、そういうような曲なんですけれども、はいはいはい、探してまいりました。でこの曲を実は我々が酒場放浪壁でとってもお世話になっている、はい、あの半成さんの大将が、はい、歌ってて結構うまいんだ、おあカラオケでね、カラオケで歌ってたのこの間、でもカラオケ早いね、早いですね、もうあるんだって思って、はい、そんなわけで、ちょっとね、あのいい感じの曲だったって聞いていただこうと思います、はい、平井堅ハーフオブミー。さっき言い忘れたんですけども、はい、来週の酒場放浪壁ゲストなんですが、身を尽くし劇団の新山明子さんと、はいはい、優等文化センターの館長の鈴木明彦さんにお越しいただくことになっております、はい、ちょっとお話の方はね、うん、ちょっとなかなか素晴らしい企画みたいなんで来ていただくんですが、うんうん、それはちょっと内緒でまた来週楽しみにしていただければと、うん、そうですね、に思います。はい、はい、さあそれ、そう、あ、ジングルもいいやちょっと打ち合わせしちゃったごめんね、今ね、はい、そう、花風車、はい、ソイフローラーズからお知らせはございますでしょうか。お知らせはね、はい、まあまあもう相変わらずこの時期なんでクリスマスのお花をね、はい、今多数あの取り扱ってますんで、うんうん、あのクリスマスにね、プロポーズしようとかね、うん、クリスマスにちょっと告白をしようとか、はい、まあ、もしくはもうすでにお付き合いしてるね彼女にプレゼント、うん、奥様に、うん、クリスマスのプレゼントっていう時に、はい、うん、ぜひぜひ、プリザーブドフラワーがね、うん、今ここ何年かずっと人気なんでね、はい、うん、そのあたり多数商品を揃えておりますので、うん、ぜひ、うん、ソイルフラワーズ楽天市場店で検索してもらえれば、はい、うん、めっちゃいっぱい出てきます、はい、
あの SNS にもアップされていた、はい、いましたよね、うん、なんかやっぱりいかにもクリスマスだし赤と緑のっていう感じのになって、そういうデザインで、で女性のモデルさんがいらして、はいはい、はい、あのね、可愛らしいモデルさんが ね、うん、前にもいろいろあのなんていうの、写真撮影とかいろいろあって、うん、はい、まあ、今回また新たに、そうですね、ちょっとね、うん、この間撮らせてもらって、はい、うん、浜田ジェンヌの、はい、そうなんですよね、浜田ジェンヌの、うん、川村さやさん、ちゃん、はい、うん、ですね、またゲストに来てもらえればいいなっていうふうにちょっと思ってますけど、ね、楽しみですね、はい、うん、とりあえず来週のゲストは新山明子さんと鈴木明彦さんなんで、はい、そちらの方もどうぞ、楽しみにしていただきたいと思います。まあ本当にクリスマスシーズンになってきました、はい、うん、考えてみればクリスマスイブがちょうど10日後ということになりますね。そうだそうだ、うん、もう12月14日なので、うんうん、まあ一番こうなんていうの、イベントが目白押しになってくる、うん、忘年会があってクリスマスがあって、はい、で大晦日があって、はいはい、でちょっと初日の出行くかとか初詣行くかみたいな感じ、うんうんうん、なんかやることいっぱいあるじゃんみたいな、ね、忙しいですよねこの時期は、うん、忙しいよね、うんうん、やっぱり年末ですから そうやって忙しくなってきた時に、はい、やっぱり大作さんもお仕事の方忙しくなってくるっていう、うんうん、ことでは、そうですね、うん、そういうことなんですよね。そのちょっと前からやっぱりこう準備段階っていうのがあるんで、うんうん、もうすでに忙しいってことでしょ今。まあ忙しいですよ、ね、うん、忙しいですよ、わざわざ言うと嘘っぽいからね、あのということで、まあ、あのですから、あの花粉者ソイルフラワーズはもうちょっと早めに忘年会をやって、はい、もうね11月に終わらせましたからね11月、うん、ちょっと私もあの行かせていただきました、はい、あのとても楽しかったですけど、ね、ありがとうございます、うん、皆さんね生き生きと、しかもあの社員の女性がみんな綺麗だというですね。そうですね、そうなんで一緒そう、綺麗じゃん、いや綺麗ですよ、綺麗じゃないですか、うん、やっぱり大作さんが面接するとこうなるんかなっていう感じの、うん、まあ、しょうがないですね、これしょうがないよ、しょうがなくはないけど、ソイルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。